もうちょっとこれぐらいですかね。あ、オッケー、ありがとうございます。よしで、これでオッケーだな。はい、オッケーです。はい、よろしくお願いします。殺到したら本当舌噛みますわ。まあまあ、いやー、これね、ちょっと SP ちょっと用意しといてもらっていいですかね。さ、3人ぐらい、3人ぐらいお願いします。終わるまでに1個もらえたら俺5000円払いますよ。まず来ないね。はい。あ、じゃあ、バレンタイン天ぷら買ってきますよ。もらったら。いや、ねえな。来ねえな。僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル他各社の提供でお送りします。おはようございます。2018年2月14日水曜日を迎えまして、時刻の方は9時を過ぎて、こちら、日本一の人口を誇ります村、読谷村から、サテライトスタジオですね、紫村がありますサテライトスタジオから、こちらお届けしております生放送の観光情報番組読谷ラジオ。さあ、1時間の生放送、1時間じっくりとお付き合いくださいませ。ナビゲーターは糸村おじさんでございます。さあ、世の中2月14日ということでですね、先ほどの日上由紀さんのイモーニングでも、なんかね、ピンクな空気がね漂っておりましたけれどもね、なんかこうチョコだクッキーだクッキーだということでね、いろいろと盛り上がっているようでございますが、糸村おじさんはそんな流れにね揺るぐことなくちょっと情報をねお話ししていきますよ。
さあ1月21日のですね、沖縄タイムスの新聞に載ってた情報なんですけれども、読谷人参拠点産地ということで県が認定、沖縄県が認定したんですよね。沖縄県がね、今サテライトスタジオの前を修学旅行かな、学生の皆さんかな、なんかツアーの方々がたくさんね通り過ぎていきますね。はい、紫村へようこそ、はい、ようこそ。そんな中ですね、糸村が喋ってるわけですけれども、この読谷村が20日、人参の拠点産地として県に認定されたということで、この県ではですね、県内3カ所目ということで拠点産地ですね。いわゆるこの拠点産地というのが何なのかと言いますと、沖縄県の方がですね、これを安定供給を目指すことで認定して、そしてこの人参の安定供給に向けて補助していくと。素晴らしいこの流れですけれども、まあ、JA 沖縄によりますと、読谷村の出荷量、人参の出荷量ですね、昨年の17年は314トン、5年前と比べて 2.3 倍に伸びていると。まあ、さらに5年後の22年には、2.1 倍を目指すということで、まあ、販売金額もですね8200万円と、これ1億円大台にね、乗る勢いでちょっと目指していくということ で、この認定証交付式がですね、1月の20日に行われたそうですね。でこのユンタ市場のユンタ支店祭り、に合わせて、まあ、地域振興センターの方でこれが開かれたということなんですけれども、これからね人参といえば、まあ、津堅島もね有名ですけれども、人参といえば読谷村と、もう堂々とね県が認定してるわけですからね、そういった、読谷村からこれからね人参のいろいろなスイーツやら料理やらが有名になっていくかもしれませんね。読谷村さんの人参しりしりとかね、いろいろ出てくるかもしれません。さあそんな観光情報もお届けしていきます。観光情報番組読谷ラジオ、1時間生放送、どうぞお付き合いください。はい、沖縄県の出身バンド、こちらからお届けしたいと思います。本日のドライビングナンバー、ホリデーオンサーズデイ、カナダ。
県出身アーティストのホリデーオンサーズデイ、さあそちらからの彼方でした。ホリデーオンサーズデー、なかなかいい音出しますね。いい感じでしたね、はい、初めて聞きましたけれども。さあ、お天気概況でございます。平成30年2月14日4時43分沖縄気象台発表の天気概況でございます。沖縄本島地方では14日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。14日の沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。まあそういったことでございまして、お天気マークは当然のことながら晴れ1個、素晴らしい、分かりやすいですね。南東の風晴れということで、とうとう南から風が吹いてきましたね。あったかい風と思ってね、これ日中の最高気温見たらびっくりだ、21度。とうとう沖縄21度ね、戻ってまいりましたね。まあ1月にもね、あの20度超える時期はありましたけど、南東の風、南の風で21度になるっていうのはなかなかないんじゃないかな。最低気温がね、どれぐらいなのかちょっと今日は分かんないですけど、明日のもうね、ぐんぐん気温が上昇してきます。明日15日の最低気温ね、17度になってます。最高気温がね24度だって、どんどん気温上がってきますね。さあこれ大変だ。まあ沖縄県ね、気温が高いということで有名ではありますけれども、こんなにはっきりとね、変わってくると、まあいいか、沖縄らしさですからね。はい、沖縄に観光に来られている方、気温の変化にね、十分注意していただいて、体調管理の方も抜かりなくよろしくお願いいたします。ちなみに降水確率は本日は 0%、 夜は 10% となってます。以上、お天気概況でした。はい、本日の2月14日、これどうしても触れないわけにはいかないでしょうね。観光情報番組とはいえね、まあ、バレンタインデー、ですけれども、あ、今思いついた素敵なこと、この旅行中に告白する人とかいるのかな。観光で来られてる方とかで、さっきもね、目の前を観光客の方 2,30 人ずらーっと行きましたけど、もしかしたらあの中の一人はこれから誰かに告白するのかな。あ、なんかそう思うとワクワクしますね。観光先でちょっとこう告白とかね、バレンタインのチョコを渡すとか、そういうのもなんか良さそうですね。なんか皆さんの幸せを祈っておりますよ。さあ、そして皆さんの幸せといえば、読谷村ウェルカムプレゼントでございます。何のつながりがと思いましょうけれども、これもらうと幸せになります。結構ね、ハッピーカラーということで、ピンク言われること多いんですけど、こうね、春の色とかね、花の色とか、そういった形で言われたりもするんですけど、このピンクをあしらったオリジナルティッシュボックスケース、素晴らしい。ティッシュを入れるケースですよ。ティッシュがもらえるんじゃないんですよ。ティッシュを入れるケース、もうずっと使えます。だからプラスチック製なんで、もう大事に使っていただければずっと使えるので、この読谷村ウェルカムプレゼントでもらえるオリジナルティッシュボックスケース、プラスチック製、数量限定、期間限定、もう3月までしかもらえませんから、3月まで。しかもなくなったら終わりなんですよ。非売品ですからね、買おうと思っても買えませんよ。レンタカーでドライブマップをもらった方、
沖縄ドライブマップをもらった方は FM 読谷まで来てください。 FM 読谷で、こちらもらえますのでね、FM 読谷でしかもらえません。もう本当にね、いいものとなってございますので、こちらの方をぜひたくさんの方によろしくお願いいたします。さあ CM に入りまして、 CM 開けましたら、読谷在住の方からこういった観光情報ももらえるということで、ぜひそちらの方もお楽しみにしていてください。チャンネルはそのままです。好きな方にちょっとこうインタビューの方、はい、今日はこの読谷何でも調査団、読谷何でも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷何でも調査団ということでございまして、さあ本日はですね、観光情報こちらをですね、読谷在住の方にちょっとね意見をお聞きしまして、あ、なるほどねというねご意見もいただきましたので、ちょっとそちらをですね、皆さんにお聞きいただきたいと思います。それではこちら音源となりますので、ぜひ皆様お耳の拝借をよろしくお願いいたします。あ、こちらですね、はい、じゃあ行きますよ。はい、今日はこの読谷ので、住んでる方に、素敵な方にちょっとこうインタビューの方してみたいと思います。まずは自己紹介の方お願いします。こんにちは。名前だけです。名前だけ。読谷村在住の比嘉です。はい、はい、比嘉さんお疲れ様です。です。比嘉さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、読谷村、ね、本当に広くて人口も日本一多い村ということで、もう非常にアピールポイントはいっぱいあると思うんですが、その読谷村、アピールポイント、ぜひ比嘉さんの方からおすすめのポイントありましたら教えていただきたいんですけど、どっかありますか？はい、はい、どちらになりますでしょうか？はい、キナバンショっていう道の駅がおすすめです。キナバンショ、はい、キナバンショはですね、僕もですね、知らなかったというか、まだ行ったこともなかった場所なんですけれども、それキナバンショとは一体どういった感じの場所なんですか？私も大人になってから行ったんですけど、すごく読谷村のことを、しっかりと説明してくれる、はい、スタッフが、常駐してまして、読谷村民でも、一度足を運んでもらうと、すごく読谷村の魅力が、分かるところだと思います。あ、なるほど。そう、読谷村のいろんなことをこう教えてくれる、はい、便利な場所だということですね。はい、じゃあ観光で来られた方はぜひ一度、はい、キナバンショの方に向いてくれるといいなという感じですね。はいはい、じゃあ最後にですね、読谷村で
美味しいものを提供しているところをぜひ教えてください。読谷村で食べられる美味しいもの何があります？さあ読谷村で食べられる美味しいもの、比嘉さんこっち向いて比嘉さん美味しいもの何がありますかね。いっぱいありすぎてちょっと選ぶのが選ぶのが難しい。その中から一つだけ、一つだけでいいです。一つだけ教えてください。教えてください。何がありますか。そばとか食べないですか。そば。あ、そば。何そばが好きですか。何そばが。私は三枚肉そば。三枚肉そばが好き。どこの、うん、どことは言えない。花笠の。花笠の。ほう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 。すごくもちもちした麺が美味しかったです。はいはいはい、あ、そうなんですか。花笠のその三枚肉そば。あ、三枚肉そばじゃなかったっけかもしれないけど、あ、三枚肉そばは好きだけど、その花笠のそばも好きだと。はい、ああ、もちもちした麺が。がすごく。ああ。じゃあこれはあれですか。年に何回ぐらい食べる感じですか。2、3回。あ。まあ、そんなね、年に 2,3 回とちっちゃい声で答えていただきました素敵な、比嘉さんからのインタビューでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。比嘉さんですね、ちょっと恥ずかしがり屋さんでして、マイクからも遠くなるし、声もね、そんなに張れないで、ちょっと、ね、お聞き苦しい点はあったかもしれませんけれども、すいませんね、僕の撮り方があまりうまくなかったかもしれませんが、まあ、この、比嘉さんがおっしゃってました、あのキナ番所、これはですね、国道58号線から行きますと、名護方向に、那覇方面から来るんでしたら、名護方面に向かうときにですね、左手になります。で、名護方面から来られるときは右手になります。で、キナ番所ということでですね、国道58号線沿いにありまして、そちらに入っていくと何があるかと言いますとですね、このキナ番所にはなんと普通、道の駅として登録されている場所はですね、いろいろこう物が売ってたりするんですけれども、地域の名産品とかね、特産品とかが売られてる場所だったりするんですが、この道の駅、物が売ってないんです。これ何をね取り扱ってるかと言いますと、読谷村の心を扱ってるんですね。これ別に大げさでも何でもなくて、本当にこの紀那番所に、いらっしゃる方がですね、丁寧に読谷村を観光案内していただけるんですよ。で、声をかけるときもですね、どちらからいらしたんですかとか、今日は暑いですねとか、少しこちらで休んでから行かれた方がいいですよというね、観光者の方への配慮を考えての声かけがされてるそうで、もうそしたらね、もう普通に話が弾んじゃって、いや、ご飯が食べたいんだったらこっち行った方がいいですよとか、でどういうのを探されてるんですかっていうね、名産品を聞いたりして、でそこを探してるんであれば、どこどこ行った方がね、いいですよみたいな、そういったなんていうんですかね、ニーズに合わせた案内をしてくれる、それがねこの紀那番所のいいところっていうね、ことだそうなので、ぜひとも紀那というね、地名のところになりますので、国道58号線沿いを走りまして、紀那番所というね、那覇方面から来たら紀那番所はですね、お弁当屋さんに入るところとか言ってもごめんなさいね、道がどこがお弁当屋さんの道だよなんていうこともあるかもしれませんが、まあとにかくゆっくり、走っていただいてですね、左手に注意してください。で、その左手に注意してると紀那番所というね、場所が出てきます。石にね、こう大きく看板と言っていいのかな、あれは石碑がね、立っても碑文が立ってますので、ぜひそちらの方にですね、足を向けていただいて、紀那番所のね方で受けられるこの読谷村の観光案内、ぜひこちらもですね味わってみてください。もう本当に人に合わせて場所探してくれますから、もうこれがね癖になっちゃいますよ。さあ、そしてもう一つおすすめしていた、花笠、こちら花笠はですね、県道6号線、国道58号線から来ますと、県道6号線、イラミナの方からですね、
イラミナの方から入ってくる道が県道6号線になるんですけれども、そちらをまっすぐ残波岬方面に進んでいただきますとですね、ずっと行ったところに高志法、いやあっちは宇佐の方なのかな、その近くに来ますとですね、左手に花笠というね、小料理屋さん、まあ、夜はお酒も扱うね、居酒屋になるんですけれども、そちらの方が入ってきます、入ってきますじゃない、そちらの方に、花笠という、ね、お店が出てきます。でその花笠というお店で、食べるそばが美味しいと比嘉さんはおっしゃってましたね。であの三枚肉そばは多分どこか違う場所のそばだと思うんですけれども、まあ、確かにねあの三枚肉そばこれはねどこで食べても絶品だとは思いますよ。あの沖縄の特産品のあの三枚肉ね、ご存知の方多いかと思うんですけれども、いわゆるラフテーですね、豚肉の角煮でございます。あちょっと待って、ラフテーと三枚肉は別かな、すいませんねこのね、あやふやな感じになってしまいましたけれども、ラフテーはあの豚の角煮で、三枚肉はですねこの煮込んだ豚肉の油肉みたいな感じのこの3層ぐらいになってる美味しいお肉なんですよ。でこの美味しいお肉をですねスライスしてそばに乗せたのが三枚肉そばなんですけれども、この三枚肉そばもね結構普通にそば屋さんで食べたらかなりお腹にたまると思いますよ。お肉もいっぱい入ってて、でそれで麺がね絶妙に絡んできますから、もうこの肉麺みたいなね、もうなんて言えばいいんだろう、永久に終わらないこの食のループ、これがかなりね素晴らしいハーモニーを生み出しますので、ぜひともですね、こちらの三枚肉そばも楽しんでいただきたいと思います。以上本日の読谷何でも調査団は、読谷に住んでる方からの声として比嘉さんの声を紹介いたしました。それでは、こちら CM 入るまでお楽しみください。さゆりーさんでなだそうそう。
沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。自由気ままにリゾートアイランド、白い砂浜と澄み切ったブルーの中、癒しのリゾートホテル沖縄残波岬ロイヤルホテル、心からのおもてなしで皆様をお迎えいたします。ということで、沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーションでございますね。沖縄残波岬ロイヤルホテルなんですけれども、観光で来られた方で、こちらのロイヤルホテルさんにお泊まりの方いらっしゃいますかね。もしくは別のホテルに泊まってるんだけれども残波岬ロイヤルホテルの場所知らないよっていう方、これね、簡単に分かる方法があるんですよ。ご存知ですか。この残波岬ロイヤルホテルさん、実はですね、非常に分かりやすいというか、夕方暗くなってきてからですね、もう完全に夜になりますと、なんと建物に残波と、そしてその反対側には2018年と文字がですね、建物全体に、建物全体のなんていうんですか、部屋一箇所一箇所の照明を使って文字が浮かび上がるようになってるんですね。この配慮をしているのは読谷村だけでも、ここ残波岬さんだけです。残波岬さんじゃない、残波岬ロイヤルホテルさんね、こちらだけでございます。なので残波岬ロイヤルホテルさんを探すのはそう難しくはございません。その証明を頼りにですね、読谷村の方を、動いていただければ、あそこねなんてね、すぐ分かるようになっております。で、まあ、名前の示す通り、残波岬の方にございますので、ぜひともですね、こちらの残波岬の方に来た際には、こちらの残波岬ロイヤルホテルさんのね、建物もちょっと探してみるのもね、いいんじゃないかと思いますよ。ただね、いつ頃からこの残波っていうね、照明とかあと始めたのかなっていうね、これもちょっと近々取材に行けたらぜひ行きたいですね。どんな感じのね、内容と、それからこの残波と2018年と、さらに他にバリエーションはあるのかとかね、そういったことも聞いてみたいですね。さあ、そういった形で、進めていきます。本日の沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。まあ、いろいろなインフォメーションやってきましたが、先週はですね、阪神のキャンプのね、お客様たちがね、あ、音びっくりした、すいません失礼しました。いらしているということで、阪神に合わせて東蔵さんとコラボして、このオリジナル残波の白のボトルを販売してますよというね、情報もございました。あれなかなか良かったですね。で、その残波の白ボトルもそうなんですけれども、サガントスの、また来てましたけども、もうね、帰っちゃいましたけど、そちらのサガントスのオリジナルグッズも取り扱いしてたということで、このなかなかですね、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんの方でもオリジナルグッズが入手しやすいということでですね、もうサガントス、そして阪神好きの方にはもうたまらないこの商品状況となってるわけでございますね。ですので、こちらのオリジナルグッズ、先週の情報ですと、まだまだ購入できるということでしたので、買い忘れたという方はですね、ぜひ、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんの方に出向いていただいて、こちらのグッズもう残ってるだけかもしれませんよ。在庫ないかもしれませんよ。もうね、表に出てる分ありましたら買えるだけ買っちゃいましょうね。本当二度と出てくることのないオリジナル2018年のグッズというのもありますから、もう2018年限定グッズはね、あれはなくなったって言ってました。サガントスのマフラータオル、ちょっとね、長めに作られた、ヨミトンと、あとサガントスのキャラクターのね、コラボした、そちらの情報がですね、
売られてたんですけど、これがねもうすでになくなってしまったというね、非常に、ね、楽しいこのグッズ、もう一つはなくなってしまっているということで、ぜひね、残っているグッズまだ買ってない、欲しいんだけどっていう方はお早めに沖縄残波岬ロイヤルホテルさんまで出向いてください。あとあれもありましたよ、サガン鳥栖のミニフラッグ、壁とか、ガラスかな、ガラスとかにね、ペタッと貼り付けることができるような、あれがねありました。9番だ9番なんか今日慌ててますね、糸村ね、ダメですね、この吸盤がついてるねミニフラッグもありましたので、こちらもどうぞお買い求めください。さあそれからもう一つ、今日はねこちらをちょっとメインにしたいんですけど、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんにカラオケボックスがあるのご存知ですか？あるんですよ、カラオケボックスが。こちらのカラオケボックスはですね、カラオケボックストライアングルということで、営業時間が20時から23時半、営業時間はね若干狭まってますけれども、定休日はないということでいつでも使うことができます。そしてこの部屋がねすごい広いんですよ、カラオケルームの一番広い部屋がね30人ぐらい入れる、すごくないですか。パーティールームってね俗に言ったりしますけれども、普通のパーティールームって、広くて、で壁際にこうね、ソファーとかが設置されてたりして、で大画面でドーンって、でもそんな感じが30人ね、パーティー、ルームだったりするじゃないですか。違うんですよ、このねカラオケボックストライアングルさんのパーティールームは、その確かにね大画面もあるし壁際の席もありますよ、カウンターがあるんですバーカウンターがあるんです。すごいですよ、バーカウンターで、そこでお酒作ったりもできますからね。でそのバーカウンターに、そのカウンター用のチェア、カウンターチェアがあるんです。どれぐらいあったかな、 4,5 席ぐらいかな、カラオケでねちょっとこう疲れてきたらそちらのバーカウンターで休むこともできる。30人で入ってるねパーティールームですから 4,5 人ぐらいはそっち行っちゃっても大丈夫ですよね。そこでカラオケを楽しむこともできちゃったりする。この部屋にはちょっとびっくりしましたね、ここすごいとかってね。実はこれを見たのが去年のね2017年の FM 読谷のあれは忘年会ですね、忘年会で使わさせていただいた時にそのパーティールームを見せていただいたんですけれども、まあすごかったです。こんな部屋あるんだっていうね。他にも部屋はいろいろあるんですけど、そのどれもですね他のカラオケボックスに比べたら広いんじゃないかって思えるような作りになってました。なので、ぜひカラオケボックストライアングル、ご利用になりたい方はですね、こちら沖縄残波岬ロイヤルホテルさんにお問い合わせいただいて、そのパーティールーム借りられますかとかね、ぜひちょっと相談してみてください。はい、今日なんかちょっと喉の調子があれですね、悪いですね。でも喋りますよ、まだまだ。さあフードメニューの方もね充実しておりまして、定番のカラオケだったら出てくるだろうなっていうメニューから、かなり気になるメニューもございましてですね、このごめんなさい、ハニートースト、これねある時1回だけご紹介させていただいたんですが、このハニートーストというのが、これねちょっと取材したいんですよ、ハニートーストを。どんなハニートーストなのかっていうのがね、食パン、スライスされた食パンを、こう使うハニートーストなのか、それとも糸村が知ってるものすごいボリュームのハニートーストなのか、これねものすごいボリュームの方であってほしいですね。パン1斤ってね、スライスするそのパンの
なんていうんですか、あ、一斤っていうか半斤、半斤ハーフサイズかな、あのサイコロみたいな形、それをイメージしてもらえると。でサイコロみたいな形にそれが丸ごとハニートーストになってるっていうのがあるんですよ。これだとしたら素敵ですよ。まあ別に普通のね、あの食パンサイズのハニートーストでも全然いいんですけど、このハニートーストであってほしいですね。一度ですね、そのハニートースト一斤じゃないな、ハーフサイズのハニートーストを見てしまうと、あの迫力にやられます。そしたらこのね、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんのカラオケボックストライアングルの隠れた一品になるんじゃないかな。ぜひねこちらも楽しんでいただきたいですね。まあフードメニューのですね、ラインナップがミックスピザ、4種チーズピザ、キューブチーズ、チョコレート、ミックスナッツ、カルボナーラ、ナポリタン、ハニートースト、トルティーヤチップス、乾き物盛り合わせとですね、もう全然普通に出てくる、なんていうんですか、物足りないって感じるようなものではないです。もうぜひですね、こちらのフードメニューも楽しんでいただいて、カラオケも楽しんでいただいて、で選べるドリンク付きプランというのもございますので、30分、ね、のドリンク付きプランですとか、60分と120分もございますね。あとソフトドリンク飲み放題、アルコール飲み放題と両方ございます。アルコール得意な方はアルコール飲み放題、ぜひね、いいですよ。オリオンの中瓶ビールですね、オリオンビール、それからカクテルでしたりウイスキーでしたり泡盛の中杯でしたり、ソフトドリンク、まあ、泡盛も当然飲めますからね、こちらのアルコールメニューもぜひお楽しみいただきたいと思いますね。室料なんですけれども、中部屋、これが10名様まで入る中部屋が、30分で1150円、1時間ですと2300円となっております。それから大部屋、30名様までが30分2900円、60分で5800円ということで、まあ、かなりリーズナブルなんじゃないかなと思いますね。さあいかがだったでしょうか。沖縄残波岬ロイヤルホテルさんにございますカラオケボックストライアングル、まあね、せっかく沖縄に来たんだからいろいろとこう、ね、観光したいって、方も思われるかもしれませんが、夜皆様とね、仲間内と楽しむんであれば、こちらのカラオケボックストライアングルさんかなり充実してると思いますし、こちらの30名のビッグなルーム、こちらもですねぜひ楽しんでいただきたいですよ。大人数で楽しんでいただいて、なおかつ夜もこう楽しめる素敵なね、お部屋になっていると思いますので、ぜひこちらのカラオケボックストライアングルもお楽しみください。さあ、お送りしてまいりました沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーションなんですけれども、お問い合わせ先、お電話番号のご紹介をさせていただきたいと思います。098-958-5000番、098-958-5000と0が3つですね、5000です。098-958-5000番に、ぜひお電話いただいて、先ほどのオリジナルグッズ、それからこちらのカラオケボックス、お問い合わせしたい方はこちらの番号の方によろしくお願いいたします。まあ、カラオケねしばらく行ってないんで糸村も行きたくなりますね。一緒に行ってくれる方いませんでしょうか。はい、そんな感じで、糸村もこちらのカラオケボックス利用してみたいと思います。以上、沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーションでございました。 CM 明けはメンソーレッタカーラジオドライブマップのコーナーとなります。チャンネルはそのままでお楽しみください。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷が作ったドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さあ、レンタカーを借りた方、県内在住の方でも、観光で来られた方でも、こちらね、レンタカーを借りられた方は黄色い文字でレンタカーと書かれた沖縄ドライブマップ、こちらをですね、もらってると思います。こちらですね、見ないと損しますよ。あの中にですね、すごい情報いっぱい載ってるんですよ。まあ、観光での使う情報もそうですし、クーポン券も載ってますし、さらには、那覇南部、中部、北部、いろんなところのですね、道路事情が書かれてます。すみません、今日ちょっとね、喉の調子が申し訳ないですね。はい、それからですね、こちら沖縄の道路事情もたくさん書かれてるんですけれども、中にはビーチですとか、そういった海の情報もね、実は書かれてたりするんですよ。まあ、観光情報だから漏れなくということなんですけど、非常に丁寧に書かれてます。それからですね、こちらの城址跡、沖縄ね、グスク多いですね。今帰仁城址、勝連城址、そして我が読谷村のザキミ城址ね、そういったことでね、グスクも多いので、ぜひそちらもですね、楽しめるような作りとなっていて、さらには22ページに我が読谷村の 78.6MHz のページもございます。各スタッフがですね、読谷村のあちこちのスポットをですね、紹介しているページとなってございますので、こちらも参考にぜひ読谷村を観光して回ってみてください。そしてこれを見ながら観光した後は FM 読谷にこのドライブマップを持ってきていただけますと、なんとそれだけでオリジナルティッシュボックスケース、読谷村のパワーアップキャラクターヨミトンをあしらったですね、プラスチック製のかなりいいやつがもらえます。数量限定、期間限定となっておりますので、どうぞお早めに FM 読谷まで足を伸ばしてください。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。さあ、今日はですね、本当申し訳ないですね、喉の調子が悪いみたいで、お届けしている声、ガラガラ声になってたり詰まってたりとか、失礼ありました、申し訳ございませんでしたね。さあ、なんとか最後まで来ましたけれども、さあメールの方もいただいてますので、メールもご紹介していきましょう。まずはラジオネーム小井花澄さん、あ、いつもありがとうございますね。糸村おじさま、ハッピーバレンタイン。昨日チキンと稲荷の大正ジュニアのノンフライチキン稲荷買って、親子仲良く食べてみました。ありがとうございます。本当にあそこのチキン美味しいですからね。油使わないチキンだけあって、油っこくないチキンと、味の整ったお稲荷さん、もっと食べたくなりました。わかりますよ、わかります、本当にわかります。オーナーさんの笑顔も最高でした。あ、そうね、横さんの笑顔ね、すごいいいですよね。ノンフライチキン、私のおすすめですということで、もうだいぶ気に入っていただけたようですね。こういう花澄さん、もっとね、こちら本当に美味しいもの用意してございますので、いろんなメニュー楽しんでみてください。でもまずはね、チキンですね。それはもう味わったみたいでよかったです。ありがとうございました。さあ、そしてもう一つ、よいしょ、こちらは、いつもありがとうございます。ラジオネームうるうるうるまさんから来ましたね。糸村おじさん、おはようございます。おはようございます。今朝は汗ばむくらいの気温になってますね。毛布が寝汗で大変なことになりました。かっこ笑い。糸村もね、今日の朝はすごかったわ。寝汗がいつものね、体勢で布団に入ってると、あれは寝汗かくよ。春が近づいてるんですねって書いてますけど、まあ、はい、これ辺はノーコメントで。はい、ウルウルウルマさん、ありがとうございました。さあ、ね、世間一般は、まあ、2月14日ということで、ああ、この時間ですね。はい、もう2月14日ということでですね、
まあ、バレンタインデーですよ。このバレンタインデーなんですけれども、定番の曲、まあ、日上幸さんもおっしゃってましたけれども、Perfume の、チョコレートディスコ、それから国生さゆりさん、最近はあの渡り廊下なんだっけ、あ、うん、渡り廊下じゃなくてなんだっけな、あ、渡り廊下走りたいセブン、こっちがね、歌ってるバレンタインキス、この2曲しかないんじゃないかっておっしゃってましたけれども、まあ調べたら結構ありまして、まあ恋するフォーチュンクッキーもね定番なんじゃないかとか、あとベビーメタルのギミチョコとかですね、それからスーパーフライのあの愛を込めて花束を、愛を込めて花束をつってね、あんなのもありますよとかね、いろいろとこう調べたら28曲、28曲って数は定番なんでしょうかね分かりませんけれども、まあそのバレンタインデーをね、沖縄の方で、観光で来られてる方楽しまれるというね、非常に素敵な観光になるんじゃないでしょうか。ぜひともですね、本当告白する人いるんじゃない、読谷村とかでさ観光で来てさ、でこう観光でね、こういい場所でこうチョコなんか渡しちゃったりして、あーもうすごい素敵、そんな観光糸村もやってみたいです。この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル他各社の提供でお送りいたしました。さあ本当にね、ちょっとまだ肌寒いのかな、冷たい気温になっておりますが、体調管理は十分気をつけて観光の方をお楽しみください。本日のナビゲーターの糸村おじさんでございました。それではまた後日、バイバイ。